ベロニカセペデロイグは、パラグアイアスンシオン出身の女子プロテニス選手。これまでに WTA ツアーでダブルス一勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス73位、ダブルス85位。身長163センチメートル、体重62キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。5歳でテニスを始める。 四大大会では2012年全仏オープンで予選に挑戦を始めるが、なかなか突破することができず初出場は3年後の2015年全仏オープンであった。2016年2月のリオデジャネイロ大会でマリア・イリゴエンと組んだダブルスで優勝し、WTA ツアー初優勝を果たした。2017年全仏オープンでは1回戦で、ルーシー・サハロバ2回戦で、 第16シードのアナスタシア・パブリュチェンコは3回戦でマリアナ・ドケ・マリノを破り4回戦に進出した。4回戦では第2シードのカロリナ・プリスコバ26に36、46で破れベスト8進出はならなかった。これは2000年全仏オープンで4回戦に進出したロザン・ナ・デロス・リオスと並ぶパラグアイ人女性による4大大会シングルスの最高成績である。 セペデロイグは、ロンドン五輪とリオデジャネイロ五輪の2大会で、オリンピックに出場している。ロンドンでは1回戦で、アメリカのバルバラ・レプチェンコ25から7、7から6、2から6で、リオでは1回戦で、ルーマニアのモニカ・ニクレスクニ2から6、3から6で敗れ初戦で敗退している。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、 R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格。 NH イコール開催なし。ありがとうございます。